今の時間はもうすぐ5時10分です。今下に潜ってやってました。これを作ってました。クーラーコンプレッサーのマウントっていうか、ステーを作ろうと思って。今、ベースの板ができたから、コンプレッサーを持ってきたんだけど、このラジエーター、ロアホースがすごい近くって、これを動かさなきゃ、ちょっと厳しいっていうのが分かったんだね。ロアホースが邪魔で、つけらんない。あら。もっと簡単につくかと思ってたけど、ホースの位置をずらさないとダメかな。ラジエーターホースの新品はもう1セットあるけど、これ2個組み合わせたら、買わせるのかな。ああ、今日は寒い。これクーラーキットが届いたんですよ。これヤフオクにパーツアシストが出してるクーラーキットなんだけど、入札してみたら思いのほか安く落札できちゃって、ちょっとびっくり。クーラーと隣はヒーター。まだあの車ヒーターがついてなくて、まあ、こっちヒーター先にやれよっていう感じなんだけど、これが44年のヒーターで、こっちが後期型47のヒーター。いろいろと細かいところが違うんだよね。44にはレジスタはないけど、47にはレジスタがついてる。これ缶スプレーで塗っちゃったんだけど、ちょっと塗るんじゃなかったなーって、後悔。錆びてても当時のままの方が良かったかなーって。とりあえずいいや、これで。このブロアも、44は金属でできてるけど、47はプラスチックでできてる。これはコンデンサー。あとは高圧ホースと、これはコンプレッサー。あとは、見たことないです。レシーバードライバーと、電動ファン。これが、あとは室内機。まだ取り付けの動画も撮りたいと思います。もしよかったらチャンネル登録をお願いします。